直近不祥事に見舞われまくっているボートレース界、なんとか表沙汰にしないようにと懸命に奔走しているであろう内容を最近もお伝えさせていただきましたが、所管官庁の国土交通省は4月下旬モーターボート競争会に対し不祥事について速やかに報告するよう指導したと報道が出ました。一体今何が起きているのか深掘りしていきましょう。今後もボートレースの情報をお届けしていきますので、チャンネル登録がまだな方はご登録のほどよろしくお願いいたします。ボートレース場勤務者が船券購入。ボートレース江戸川に勤務していた64歳の男性が在職中に船券を買ったとして、警視庁が男性を船券購入の禁止を破ったとしてモーターボート競争法違反の疑いで近く書類送検となるようです。テレビとかでもよく耳にする書類送検ですが、書類送検という言葉は法律的な言葉ではなく、報道で民衆向けに作られた言葉でもあるようで、身柄拘束をされていない被疑者の事件を検察へ送致することを意味する言葉で、書類送検されてもその時点で逮捕歴がつくとかではなく、検察で起訴されるのか不起訴となるのかが決められます。実際逮捕されても検察へは送られるので、逮捕と書類送検の違いは身柄の拘束が行われているかどうかという点みたいです。ただ今回の件を見ていきますと、送検容疑では2023年5月1日と8月27日いずれもボートレース江戸川での業務中にスマートフォンアプリを使ったインターネット投票で総額1400円分の船券を買ったとされる。要はテレボートで船券を買ったということみたいで、ご本人も職員が購入してはいけないと知っていたが、生で毎日選手の状況が見られ当たると嬉しくてやめられなかったなどと供述しているので、全面的に容疑を認めており、これで不起訴となるのかはありますが、検察によって何かしらの結果は下されるでしょう。大口での購入などはなく、100円くらいの豆買いで小口購入を繰り返したみたいで、利益はほとんどなかったようです。生で見てていたとしても勝つことは難しいと言えるでしょう。負けていたので八百長も何もしていなかったとは思われますが、江戸川の職員さんは2年間で約2万口となる約230万円分の船券を買ったと判明しているようです。ただこの行為は選手はもちろん、競争に関係する政府職員や志向者職員の船券購入はモーターボート競争法11条に違反する行為であり、八百長防止の観点からも固く禁じられています。言葉で禁じているとかではなく、公営スポーツでもあるので、違反をすれば警察によって書類送検されるということでもあるので、もはや法律と変わらないとも言える点が民間との違いとも言えるのでしょう。しかしなかなか表沙汰にはならず、モーターボート競争会は2023年の秋頃までに今回の違反を把握していたようですが、国交省に報告したのは半年が過ぎた2024年4月中旬になってからだったようで、国土交通省海事局総務課の担当者は報告の遅れも含めて大変遺憾、競技の公平性透明性を保つためにも関係者には今後ともコンプライアンスを徹底してほしいと怒りをあらわにしています。隠蔽体質とも言われる中で、今回の件は抑えることができなかったのでしょう。直近も選手による船券購入問題もありましたしね。その点も改めて振り返っておきましょう。佐々木快晴、131期の大阪支部所属 B2 級ボートレーサー。先ほどはボートレース場の職員さんでしたが、現役選手が電話投票で船券を購入したことが2024年に判明します。これも先ほど同様にモーターボート競争法第11条2号の選手の禁止行為に該当するとして、2月19日付で選手登録が削除されたと報道が出ました。こちらも電話投票なのでテレボートでの船券購入ですね。スマホで買いやすいですからね。今の時代上で買うことも一つなんですが、オッズが随時更新されている中でもあるので使いやすいというのもあるのではないでしょうか。ただ今回の佐々木選手のように本人のテレボートで購入したという点ではもう言い逃れはできないのかもしれませんね。他の人に貸していたとかであればそれはそれで問題でしょうしね。もともとアカウントを持っていたと
いうことなのかもしれませんが、佐々木選手は131期でデビューしてまだ2年とかですが、年齢は26歳と比較的に高めでした。中学卒業してすぐに入所していることかであれば、17、18歳とかで船券を購入できる年齢は20歳以上なので、アカウントを作る時点で弾かれるでしょうけど、養成所を入れても約3年前とかであれば23歳とかなので、佐々木選手の場合は船券を購入できたのかもしれません。ただアカウント自体は作れますが、そもそも佐々木選手は船券を買ってはいけない状態ではありました。どういうこと？となるのかもしれませんが、実は佐々木選手には同じ大阪支部でお兄さんがいまして、123期の佐々木大河選手、デビューが2018年11月なので、養成所期間を含めるのであれば今から考えましても、入所が2017年10月でもあり、7年ほど前にもなります。佐々木選手の誕生日がそもそも11月なので、お兄さんが入所となる際はまだ19歳、船券は買えない年齢です。ただ20歳となった際でも、もうお兄さんが養成所の訓練生となっている状態でもあるので、もうモラルとか考えてもテレボートを作ったりはもうしないのではとは思いますが、どのタイミングかで作られたかは分かりかねますが、作ってしまったんでしょうね。そこからお兄さんに遅れること約3年後に23歳で自身も131期で入所するわけですが、アカウントという意味ではもうここまでにはさすがに作っていたのではとは思います。もう選手の実名登録が入るわけなので、そもそも中に入れば選手自身が買えないということはもう家族ではなくなりますし、十二分に教えられるはずです。そんな中でも購入してしまったわけです。実際選手ですし、私たち以上に選手の癖なども身近なところで見ているからわかるでしょうし、今回なぜバレてしまったのかはわかりかねますが、高額配当を手にしたからとかだったらやばいですよね。実際八百長みたいなことも本当にやろうと思えばできたはずですしね。さすがに自分が出走しているときはスマホは中では触れないようになっているはずなので難しいんでしょうけど、斡旋がないときとかであればスマホを触るのとかは制限がないですし、そんなタイミングで買うこともできたのでしょう。実際斡旋が入りまくっていたりすればそんなタイミングもないんでしょうけど、佐々木選手はデビュー2年目の B2 級、斡旋数もそんなにも多くなかったので、斡旋が入っていない時とかに実施していたんでしょうね。こういうのは1回とかではないような気もするので、常習的に船券を購入していたのではと思います。競争会としても少々であれば目をつぶったりしたのかもしれませんが、もうさすがに目に余ったのでもう無理だとなってかもしれません。佐々木選手も先日2024年1月20日に三国で開催された7レース目で3コースからのまくりでようやく初勝利を挙げたばかりで、今からというところでもあった選手。真冬の三国での水神祭は寒かったかもしれませんが、初水神祭は嬉しかったはずです。そんな初勝利からわずか1ヶ月ほどでこんな事件が起きてしまい、強制的にクビとなってしまったのですから、ただこれは完全に自業自得とは言えると思いますが、やりきれない気持ちはどこかにあるかもしれません。ただこの佐々木選手の発表時に、今後これまで以上に競争の公正安全の確保に努め、再発防止を徹底してまいりたいと存じますとも語っていた中、実は隠していた江戸川職員の船券購入事件が公になったので、今回は国交省から怒りを買ったのでしょう。これだけではなく、自分以外の別の人間に船券を購入させていたという疑惑がこの2024年報じられました。大久保慎一郎、佐賀支部所属88期の A2 級ボートレーサー。その報道は2024年2月に大々的に週刊誌でもある現代ビジネスさんで取り上げられてしまっており、その中で佐賀支部の王選手とされていましたが、いろんな情報を加味してももはや他にいないとなっていた状態でした。今斡旋が全て削除されてしまっている大久保選手であったのだろうと考えて良いと思われます。この大久保選手の場合はダブル不倫疑惑で裁判沙汰にもなっており、
500万円を超える和解金を支払って先方と和解はされたようですが、口外しないとは和解時に定めなかったのかは分かりませんが、和解したにもかかわらず、なんと相手方が現代ビジネスさんの取材に応じてしまったことで事件が世間に暴露される結果となりました。和解金ももらっている上でのことなので、よっぽどの状態だったことが予想されます。ダブル不倫だけであれば最悪なんとかなったのかもしれませんが、問題だと思われるのが、大久保選手が女性にお金を渡して船券を購入するように指示したというものです。この大久保選手の場合は物的証拠が堂々と公にもなってしまったので、もはやどうにもならないのかもしれません。ちなみに記事が発表されてから約1ヶ月ほどは斡旋が消えることなく入っておりました。事前に斡旋が入った分は消化しきってなのか、この記事の影響ではないとするためなのかは定かではありませんが、今はもう斡旋が全てなくなってしまっていることは事実です。ご本人にはどれぐらいの期間斡旋停止が言い渡されているのかは、正確な期間は定かではありませんが、 SNS では9ヶ月間の出場停止との噂も出ており、もし本当に9ヶ月であれば斡旋停止明けはギリギリ復帰できそうですが、ただ復帰はできても走れるかは定かではありません。と言いますのも、ボートレーサーは各ボートレース場から斡旋をもらう立場です。選手自身が自ら日本モーターボート競争会斡旋課に斡旋依頼書を提出します。その上で斡旋課が各選手の斡旋を決定します。自分で出場するレースや場を選んではいけないということにはなるわけです。その上で各場のレース志向者が特定の選手について当該選手の斡旋を拒否する申請を日本モーターボート競争会に行うことが可能で、5場を超えるボートレース場から斡旋拒否の申請が出された選手は競争会の内規により他の場を含め斡旋を一切受けられなくなります。大久保選手の場合、不倫の記事で他にも八百長っぽいこともほのめかしていたりもするので、場としても疑わしき選手をわざわざ斡旋したがらない可能性はあるかもしれません。この他にも江崎選手の八百長疑惑にも本人は否定していたりもありますが、力で思いっきり蓋をしてしまったりなど表沙汰になっていないだけで、他にも火種はたくさん抱えているのは事実と思います。他にも船券買っている人など関わっている人数も多いですし、いてもおかしく全然ないですからね。ただ全員を一人ずつ監視もできないはずなので、抑えるのが難しいであろうことも事実でしょう。今後問題が表面化しないことを祈ります。今回は船券購入に関するトラブルについてまとめさせていただきました。この他にあなたが知っていること、感想など、ぜひコメント欄で教えてください。今後も競艇に関する情報をお届けしていきますので、見逃さないためにもぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いいねの高評価をもらえると嬉しいです。